素直は ETA ホフマンの短編小説。1817年に発表された後作品集や継承曲集に収められた。学生、ナタナイルが幼児期から恐れていた素直の影に怯え、次第に理性を蝕まれていく様を描くグロテスクな物語である。レオドリーブのバレエ、コッペリア及びジャック・オフフェンバックのオペラ、ホフマン物語はこの小説をもとに作られている。 幼いナタナエルが父の書斎に隠れてコッペリウスを覗き見る場面作品の前半部は3通の手紙によって構成されている。最初の手紙は主人公ナタナエルから幼馴染みのロタールに宛てたもので自分が気にかかっている素直のことについて説明する。彼は幼い頃に母親やばあやから眠らない子供の目玉を奪っていくという素直の話を聞かされ、 次第に、その実在を信じるようになる。そして父のもとをたびたび訪れる不気味な老弁護士、コッペリウスこそ素直に違いないと確信する。ある日コッペリウスが父のもとを訪れたとき、父の書斎で謎の爆発が起こり、父は少し、コッペリウスは行方不明になる。そしてナタナエルが青年となった現在、彼の下宿先にコッペリウスにそっくりの生受けへ。 ウリコッポラが現れ、そのことがナタナエルを悩ませている。しかしこの手紙は宛名を間違えてしまい、ロタールの妹でナタナエルの恋人であるクララのもとに届く。このため二通目は、ナタナエルを励ますクララからの手紙となっており、三通目は、再び近況を知らせるナタナエルからロタールへの手紙となる。後半部は、第三者の語り手によってその後のナタナエルの天末が語られていく。 一時帰省したナタナエルはどこか夢うつつで、熱に浮かされたようなことをイいロタールやクララの間で、いさかいを起こす。ついに、ナタナエルとロタールとの血統雑談にまで発展するが、寸んでのところで、クララが止めに入りことなきを得る。その後、ナタナエルが下宿に戻ると、彼の住まいは火事で焼け落ちてしまっており、代わりに、スパランツアーニ教授の向かいにある、新たな住居に移り住むことになる。 その住まいに再び生受け売りのコッポラが現れ、ナタナイルは恐怖を抑えて彼から望遠鏡を買う。そうしてその望遠鏡で向かいの窓に見えるスパランツアーニの娘オリンピアを眺めるうち、次第に彼女に激しい恋心を抱くようになる。やがてオリンピアへの求婚を決意したナタナイルがスパランツアーニ宅へ向かうと、そこでオリンピアを引っ張り合ってスパランツアーニとコッポラが 言い争いをしている。オリンピアには目が欠けていた。彼女は自動人形だったのである。スパランツァーニがナタナイルへ目玉を投げつけると、ナタナイルは正気を失い、回れ、回れと言いながら失神してしまう。後日、ナタナイルは家族の解放を受けて、正気を取り戻す。彼は母親と二人の幼馴染みと共に別荘に移り住み、静かに暮らそうと決意し、 四人で別荘に向かう。その途中で、クララが視聴者の塔を面に止め、あそこに登ってみようと言い出す。塔の上で景色を眺めようとして、ナタナエルが望遠鏡を取り出し、それで、クララを覗くと、再び彼は理性を失い、クララを塔から投げ捨てようとする。クララはロタールによって助け出されるが、ナタナエルは、回れ、回れと言いながら、塔から落ち死んでしまう。 騒ぎを聞きつけて集まった人混みの中には、老弁護士コッペリウスの姿があった。ジークムント・フロイトは1919 19年の論文、不気味なもので、ホフマンの素直の分析を行っている。この中でフロイトは、作中で最も不気味な効果を与えているものとして、繰り返し現れる、目玉が奪われるというモチーフに着目し、これをオイディプス神話と同じく虚勢不安を表すものだとした。 また主人公ナタナエルを脅かすコッペデュースは優しい父親から分離された怖い父親像であり、このように置き換えることによって作品全体を怖い父親への虚勢コンプレックスの物語に再構成している。結論としてフロイトは一度抑圧によって忘れられたものが回帰するときに人は不気味という感情を抱くのだとしている。収録されている署名を示す。 タイトルはすべて、素直。ありがとうございます。